はい、南紀キャステンです。2月3日4時15分です。土曜競馬の結果を見ていきたいと思います。とりあえず、あれ1700円返ってきたから、だから2000円だったのが1700円だったからマイナス300円なんだけど、900円かけていくら返ってきたかって言うんですよ。どう見えるんだろう。投票履歴630円かけてきた。630円、900円かけて630円だから270円マイナス。あんまり効率よくないな。あ、これ、あ、1個で投票してる。2レース当たってんだね。何が当たったんだ。京都9レース、ダノンディスタンス、京都、東京11レース、5時くらい。あ、ダノンディスタンスがあれかな。京都9レース、京都9レース、宮城どこですか。ダノンディスタンス、あ、4番人気210円だ。これ単勝かけた方がいいかな。ダノンディスタンス419。なんで 4が気になったんだろうな。ああ、なるほどね。京都新聞杯勝ってるか、3着だったから。1はなんで気になったんだ。ああ、1は、ああ、そういう馬か。あとは、え、2番来なかったんだ、これ。2番は何着、5着か。9番取らない。3番人気、ああ来るね、こういう馬で。で、京都10レース、京都10レース、10、12、7。さやかちゃん、うわ、さやかちゃん11着だよ。全然ダメだね、これね。うわ、生まれ760円だって、最悪。でも2番人気、3番人気、5番人気、10、12、7、7なんか来るんだ。へえ。さやかちゃん来ないし。アルデバランステックス189189。その子専用腐れロボット3畜は。畜は。わあ、すごいな、このレース。アルデバランステークス。京都11レース。
189って5番人気、10番人気、1番人気だって。5番人気、1番人気、820円獲得しよう。5番人気189アルデバラン1。名村嵐来るか。その子専用腐れロボットさん、昨日の指標で儲けましたわら。あ、そう。アングライフィン、アングライフィン、こんな馬来んだ。ラインルーフは一番人気だからね。その子専用腐れロボットさん、ドンロング。ああ、ロングで。何ロング？ロングロング。30銭、109円、110円30銭まで、30銭で利確した。ヒルノブレイブ、あ、これな。ヒロブレイブ。かけてない。あれ？なんだ？あ、東京9レースかけてない。経営ショックだ。4番人気か、もったいねえな。これ11番人気、12番人気が来てんじゃん。あ、9番人気が来てんじゃん。4、6、12だった。あ、すげえ。780の520、これ難しいな。これ難しいな、結構な。どうすればいいんだろうな。
東京10レース4、ああ4一番人気だったんだ。あ、強いわこれ。4、6、これで来たか。12トータル速か。ああ来る、来そうな馬だこれな。見ながら書けないとダメだよ絶対。配当見ながら書けないと。東京11です。節分セックス6144644、チャンピオンルパン2番人気5番人気12番人気。おおすごいね。こんな馬くんの、チャンピオンルパン。ほんとかよ。6144、6、6時くらいでしょ。ああ6144、14、これ来るか。ああ来そうな馬だね。6144、難しいよこれ。3連単いくらよ。13万か。6144、これチャンピオンルパンがかけられればね、チャンピオンルパンとかかけてるとさ、これかけないだろう。スモークフリーでも良くなっちゃうんだね。ほら、スモークフリーでも良くなっちゃうよ。チャンピオンルパンは無理だよ。無理。ロジくらいはいいとして、ヒーズインラブ、これは書けないな。これは書けないな。9レースかけてないのがショックだな。9レース9レース2回9レース東京9レース3129。ああそれは生まれは1703年か。312、あミュージアムと。美味しくないな、馬券的にな。そんなもんだね。結局だから270円負け。270円負けでした。はい、ご視聴ありがとうございました。これで終わります。